今から中国に行こうと思ってます。中国、はい、ね、旅に出ます。で、今夜の10時、ごめんなさい、今10時ですね、夜の11時で、深夜の3時半の便、あ、3時だったかな、ごめんなさい、忘れちゃったんだけど、とりあえず、まあ、終電もある関係で、もう11時なんですけど、今から、羽田空港の方に来ます。まあ、ね、東京の物件がね、羽田空港近いんで、ここから、2、30分で着くかな。まあ、歩きとか、その辺も含めて、そう。電車だったら、電車で6分かな。うん。そんな感じで結構、羽田空港からのアクセスがいいところに住んでるんで、ここから、今から羽田空港の方に向かいたいと思います。今回の荷物はもうこれだけ、このリュックと、まあ、このミニリュックね、まあ、これリュックの中に入れれるんですけど、まあ、ちょっとこういうスタンスで行こうかなと思います。では行ってきます。羽田到着、とりあえず、今からチェックインしてみようかな。もしかしたら、1時までチェックインできてないかもしれないけど、ちょっと先にできるかどうかやってみます。はい、今日ラウンジで少しゆっくりしたいから少し早めに来ました。はい、そんな感じです。通過して、ちょっとラウンジに行きます。タイヤットのようです。梅酒と唐揚げですね。もう3時、もうこれで今日は出発と同時に寝ます。おやすみなさい。はい、今上海に到着して、今から出国手続きの方をやっていきます。ちょっとね、コロナの手続き、コロナ関係の手続きはもう終わったんですけど、なんか、健康管理チェックみたいな感じのものをさっきオンラインでやったんで、ちょっとそれがうまくいくかわからないっていうのと、ちょっとビザの関係でちょっとトラブルかもしれない、ちょっと心配かなという感じですけど、はい、ちょっと今から、出国手続き、イミグレーションに行ってきます。出国するのに一回電車に乗るんですかね。まだイミグレ通ってないんですけど、電車に乗らされそうです。はい、荷物の取る場所に来ましたけど、荷物を預けてないんで、もうこのまま多分次、やっとこれでイミグレかな、行ってきます。イミグレ突破、こっからですね、ちょっとチャイナの、ちょっとした知り合いが
今日一日だけ、ちょっと観光っていうか、ちょっと案内をしてくれるということで、ちょっとわざわざ空港に来てくれるんですね。なんで、ちょっとそれを待つためにちょっとスタバで待ってようかなと思います。はい、スタバの、これは何だっけ、カフェラテ、カフェラテとあと、ちょっとバーガーみたいな、ベーグルを頼みました。2つで、56元なんで1元20円のはずなんでいくらだ、1120円ぐらい、ちょっと、日本より高いかなっていう感じですね。中国のスタバ、スタバで物価を見るのはちょっと正解かわかんないですけど、日本よりスタバ高いですね。はい、ではいただきます。プドンの空港で、上海の空港で迷ってます。駐車場がめちゃめちゃ広くて、ちょっと駐車場で集合ということで、ちょっとね、工事中のところもいろいろあって結構道が封鎖されてて、なかなかたどり着けないです。はい、頑張って歩きます。はい、ちょっとここからはちょっとアフレコでやっていこうと思います。はい、ここはですね、ワイタン、上海のワイタンっていうところの、目の前にあるなんかこうストリート街みたいな感じのところで、なんかいろんなショップが立ち並んでめちゃめちゃ綺麗な造形です。で、今見えるあの奥にあるのは、上海に有名なワイタンのところです。後で出てくるんで、はい、これですね、ワイタン。ワイタンはこれで、ここね、夜めちゃめちゃ綺麗なんで、また後で多分動画で出ると思います。ここはいたんですね。めちゃめちゃ広い。で、これは、中国料理、何だったかな、江南料理じゃない、何料理かを忘れましたけど、これめちゃめちゃ美味しかったです。デザートもついて最高でした。で、そこからまた街をブラブラ歩いてます。そうで、これもワイタンの近くなんですけど、そうで、ここからワイタンがこうやって見えるという感じです。なんか奥に見えるのは上海タワーってやつで、うん、これ上海タワーですね。で、街では中国語が飛び交っているという感じで、中国の人がいっぱいいます。めちゃめちゃ気持ちよさそうで、ちょっと今上海タワーの方向かって歩いてました。で、ここは何歩いてたんだかな、ちょっと忘れちゃったけど、建造物がめちゃめちゃ綺麗で、ここ、なんかこう結婚、ウェディングフォトのスポットっぽくて、こういろんな人が撮影しました。で、まあ、そうこうしてるうちに、上海タワーの近くに行って、ちなみに上海タワーこれめちゃめちゃ綺麗ですよね。ちなみに中国語で上海タワーっていうのは、上海純真大社っていうそうです。はい、で、ここで記念に撮影しています。で、その後、ちょっと離れて、ちょっとおしゃれな、街並みがあるところを散策していますと。はい、ここなんか表参道みたいな感じでめちゃめちゃ綺麗ですね。木がいっぱいあって、で、ここいろんなカフェもあって、そう、めちゃめちゃなんかこう癒されるスポットでしたね。はい、で、今これ夜ワイタンまた戻ってきて、ワイタン夜こんなにめちゃめちゃ綺麗なんですよ。やばかったですね、これ。これマジ一回は行ってみてほしいスポットですね。なんか城みたいなところがめちゃめちゃ綺麗に装飾されててやばい。で、こっち側、さっきのワイタンの川の方で、そう、上海タワーとかが一望できる、めちゃめちゃ綺麗ですね。人もいっぱいいて、まあ、この日土曜日だったからかもしれないけど、人めちゃめちゃいましたね。うん、もうそこら中がめちゃめちゃおしゃれで、本当にもうデートスポットって感じですね。そう、ワイタンこんなに綺麗、これ生で見た方がめっちゃ綺麗ですね。で、ここは川沿いの、見てこれ、やばいですよね。これ上海タワーとかが見えてるところですね。本当にこれは感動しました。ぜひ一度は行ってみてほしいスポットです。これはやばい。で、これ上海タワー、実際に私登りました。これ標高 500m ぐらいでめちゃめちゃ綺麗でしたね。やばい、東京タワーよりやばい。
でちょっと一瞬ホテルに戻って、はい、これ翌日ですね、うん、で翌日ちょっとねランチ食べに、行きましたと。でここはショッピングモールなんだけど、なんか建造物がめちゃめちゃおしゃれで、ちょっと見てください、この後出ます。このね中の建造物がマジで、これ建築なんか有名建築家が見たらやばいのかなと思うような作りで、ここそうすごいおしゃれな感じ、多分イギリス、昔中国もイギリスの植民地だったこともあったはずだから、なんかその関係で、ちょっとあれなのかな、イギリスっぽい感じが残ってるのかわかんないですけど、まあ、そんな感じです。でこれは、これが確か江南料理ってやつ、ね、これがマジでめちゃめちゃうまかったです。これ麻婆豆腐ではないけど麻婆豆腐的なやつ、はい、で、夜はここなんかおしゃれな、もうここ場所忘れちゃったけど、そうすげえおしゃれな街に来ましたと。超ロマンティックですよね。そうこれね生で見ると本当にやばいですね。ここもぜひ行ってみてほしいスポットです。ただ場所は忘れたんで、ググってください。めちゃめちゃ綺麗でしたね。そうこんな感じで、なんかどこいても癒されるような感じです。すごく心が洗われました、はい。でまあそんな感じでちょっとタクシーで移動して、この日はラストピザ食べました、はい。ここまで、アテンドしてくれた友達に本当に感謝です。楽しかった、ありがとうと言いたいですね、はい。はい、今日一日、上海の街を回ってました、はい。でね、ちょっと友人にアテンドしてもらいながら上海の方少し観光サイトシーイングしてたんですけど、めっちゃ楽しかったですね。上海全く分からなかったから、そう、まあ、有名どころも行ったけど、有名じゃないというか、こうネットには出てないお店とかレストランとかも行ったりして、そう地元では有名だけどみたいな感じでもあるんですけど、そういうとこもちょっと連れてってもらったりして楽しかったですね。 あとですね、中国って QR 決済がすごいもう主流で、 QR 決済ができないと相当困るんですよ。それがね、アリペイっていう、まあ日本でいうペイペイとかペイペイに値するやつなんですけど、アリペイか WeChat っていうやつがあって、それね日本でいう LINE なんですけど、 LINE で LINE にこう QR、 WeChat に QR 決済ができる機能が備わってて、そのアリペイか、WeChat がないとお会計がなかなかできない、いや QR 決済がもう完全に主流になってるんですね。 QR で注文して QR で、お会計するっていうのが、主流です、はい。そんな感じ。ちょっとその辺カメラなかなか回せなかったんですけど、うん、ちょっと明日とかどっかレストラン行った時に、あレストランもし行って QR 決済があったらちょっとそこも撮ろうと思います。ちょっとね、あんまり動画回せなかったんで、はい。で今ここはホテルの近くの、道です。めちゃめちゃ綺麗、この上海の、結構中心地なんで結構綺麗ですね。で中国語は全くわからないんですけど、英語でなんとか乗り切る感じですね。そうでもまあ中国の人は英語も結構詳しいから、もう俺なんかより全然喋れるから、まあ、英語が喋れれば世界共通言語っていうことで大体なんとかありそうですね。そんな感じで上海旅やってきました。今日はもうこれでシャワー浴びて寝たいと思います。今9時20分、結構遅くまで遊びましたと、はい。ちなみに、仕事は、合間合間でちょっと LINE 返したりとか手続き的なことはやらず、あんまり今は差し掛かって仕事することはあんまりないんですけど、なんかこう LINE とかで LINE とかメールとかで、来た仕事は都度都度こなしながら仕事を進めております、はい。まあね、こうやってね旅行してるからって仕事を止めないようにやっております。そんな感じで上海の旅はまだまだ続くんですけど、ちょっととりあえず今日はこれ帰りたいと思います。ちなみに、今日泊まるホテルは
もう着きました、これ。分かんないか。これね、マリオットホテル。マリオットホテル。マリオットホテルかなり綺麗なんで、すごくいいですね。はい。では、部屋に戻ります。ちなみにまだ部屋の紹介してなくて、部屋の紹介します。はい、こんな感じでシャワールームがあって、シャワールームガラス張りですね。これ全部スケスケだからやばいですね。でトイレ、そう、こんな感じで、こんなルームですね。キングベッド、キングルーム、はい。で、夜の夜景がこんな感じで見えるという感じですね。これね、ちょっとカメラより生で見た方が景色も綺麗です。ホテルの部屋の中も生で見た方が、ちょっと広く感じるかな。こんな感じのマリオットホテルです。この机がすごくいい感じですね。ちょっと映してなかったんですけど、この机で仕事をしてました、ガラス張りの。はい、そんな感じで、今日のところはこれで、もう風呂入って寝ます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日今朝の 今6時18分ですね。6時って言っても日本では、日本時間は7時ですけど、はい、ちょっと、溜まってる仕事が少しあるんで、今から仕事を少しやっていきます。はい、ちょっと朝一ですよね。この机も結構便利、こういう机があると仕事がはかどります。そんな感じで、今日の一日は今から仕事して、朝ごはん食べつつ、あと1時間ぐらいしたらですね、ちょっと日本の人とミーティングがあるんで、そのミーティングをやっていきましょう。はい。その後、トレーニングに行って、今日はその後、香港に今日は向かいます。はい。今日は上海最終日で、はい。香港、上海だと香港に向かいますということで、とりあえずちょっと仕事の方をささっとやっつけていきます。少し、仕事も終わって少し片付いて、ミーティングの前に先に朝ごはん食べに行こうと思います。で、朝ごはんちょっと近くのお店がまだまだ閉まってて、多分9時ぐらいオープンかなっていうので、ちょっと間に合わないから、ホテルのなんか朝食でも食いに行こうかな。ホテルのあのバイキング予約してなかったから、そう、どうしようかなってことで、ちょっとロビーふらふら散策しようかなと思います。ちょっとホテルのところに、ちょっとあのバイキング以外のモーニングはなかったんで、ちょっとやってなかったんで、ちょっと今周辺をフラフラしてます。あのちょバイキング予約してないし、予約してないのはいいんだけど、バイキングがちょっと多すぎるかなと思って、そう、なんかこうパンとコーヒーとかそんな感じで食べれたらなというような気分です。ちょっといろいろあるんですけど、今日月曜日なのか、月曜日だからなのか、店があんまやってないですね。結構閉まってる。スタバが目の前にあるけど、スタバはあるけど、なんかこうチャイナのパン屋とかがあったらそれに行きたいなって思ってるんですけど、やってるわな。ちょっともうちょっとうろうろしています。フレンチソーセージ1 and シナモンロール1 take that。はい、買ってきました。1個がソーセージパンと、シナモンロールだったかな。シナモンロール。あと、アイスアメリカンですね。はい、とりあえず買ってきました。はい、じゃあ今から、仕事とミーティングを、ミーティングと、食事の方をやっていきます。おはようございます。よろしくお願いします。今日、はい、ミーティングを終わって、今から、ちょっとトレーニング行こうかなと思います。はい。水だけ持ってジムに行ってきます。
トレーニング終わってシャワー浴びました。でもう今から、ホテルチェックアウトして、空港の方に向かいます。今日はですね、このまま、昼の便で、香港に向かいます。そう、タクシーで行くか、電車で行くか迷ってるんですけど、とりあえず先にチェックアウトします。電車でもいい気がしてきたな。時間そんな変わんないし、ちょっとね、一人でまだね、電車しっかり乗れてないから、ちゃんとそれもチャレンジしてみようかなということで。お世話になりました。よし、電車で、プドン国際空港着きました。今11時ぐらいかな。11時ぐらい。少し時間に余裕持って到着することができました。で今から、どこだったかな、ターミナル2かな。はい、行ってちょっとチェックインしていこうと思います。